名古屋市内は昨日から断続的に雨が降り、これまでの雨量は68ミリ、岐阜県いびがわ町では177ミリの大雨になっています。東海地方は夜にかけて大雨の恐れがあり、24時間予想雨量は愛知県の多いところで180ミリ、岐阜県で150ミリなどとなっています。この雨で岐阜県下呂市萩原町と大阪町の一部、郡上市大和町の一部に避難指示が出されています。 危険な場所にいる人は速やかに避難を終え安全を確保してください。